かすら川にこもる僧、平らの山の地境線に会うこと第二。今は昔、かすら川というところにこもりて、修行する僧をありけり、コクを立ちて草平をくいて、 年頃に行いて月ごろを降る間に夢に気高き層をいできて告げていわく平野山の峰に千人ありて法華経を読樹す何時速やかにそのところに行きてかの千人に 縁すべし」と夢覚めてのちたちまちに平野山に入りて尋るに千人なし日頃を経てあながちに尋ね求むる時にはるかに 法華経を読む声ばかりほのかに聞こゆその声尊くしてたとうべき方なしそう喜びてその声を尋ねて東西に走り求むるに狂の声ばかりを聞きて主の姿を見ることを得ず 心を尽くしてひねもすに求むるに、岩尾のほらあり、傍らに大きなる松の木あり、その木傘のごとし、ほらの中を見るに、商人いたり、身にししなくして、ただ、 骨皮ばかりなり青き苔を持って着るものとせりそうを見ていわくいかなる人のここには来たりたまえるぞこのほらにはいまだ人来たらざるところなりと そう答えて曰く。我、かず川にこ守行う。夢の告げによりて、決演のために来たれるなり。と、千人の曰く。何時、我に、 しばらく近づかずして遠く去りているべし。我、人間の毛振りの毛目に入りて涙入れて耐えがたし。ぬかをすぐして近づくべきなり。と。しかれば、 そう、千人の言うに従いて、ほらより一二段ばかりを隔てて宿りぬ。その間、千人、昼夜に法華経を読自す。そう、これを聞くに、尊く悲しきに。無視の在庄、 皆滅びぬらむと思うしかる間見ればもろもろの鹿熊猿およびあまりの鳥けだもの皆好みを持てきたりて千人に供養し立てまつるしかるに 千人、一つの猿を持って使いとして、好みを僧のところに送る。くのごとくしてぬかを過ぎぬれば、僧千人のほらのほとりに申す。その時に千人、 そうに語りて曰く。我はこれ、元、孔福寺の僧なり。なおば、連尺と言いき。法僧大乗の学者として、その州の訪問を学び、もて遊びし間いだに。我、法華経を見立て祭りしに、 女脈不守、御筆受け、という門を見てしより、初めて菩提心をおこしき、若幕無人情、独樹死教殿、ガニじいげん、少女孔明神、の門を見しより、長く、 元の寺をいれて、山林に交わりて、仏道を修行して、空いたり、徳を重ねて、おのずから仙人となることを得たり、今、宿院ありて、このほらに来たれり、人間を離れて後は、法華を武もとし、 金塊を防護として、一条を眼として、陶器色を見、地比を耳として、もろもろの声を聞く、また、心に一切のことを知れり、また、塗塞点に登りて、魅力を見立て祭りて、また、 あまりのところどころに行きて、少女に近づく。天馬ゅんも我がほとりによらず、ふい彩かもさらに名を聞かず、仏を見、法を聞くこと、心に任せたり、また、この前にある松の木は、 傘のごとくして雨降るといえどもほらの前に雨来たらず暑き時には影を覆い寒き時には風を防ぐこれまたおのずからあることなり何時またここに尋ね来たれる祝員なきにあらず されば何時ここに住して仏法を修行せよ」と「そう千人のことを聞きて敬いてこれをこのもしと思うといえども人となり絶えずして 来拝苦行して帰り去りぬ。千人の人力をもって、日のうちに元のかすら川に至りぬ。同行にこのことをつぶさに語る。同行これを聞きて、尊むこと限りなし。 まことの心をいたして修行する人は、千人になること、核のごとくとなむ、語り伝えたるとや、